ユイト、ちょっと二人で周防の街を歩かない？ああ、いいよ。俺もちょっと息抜きしたかったところだし。決まりね。じゃあ行こう。まだまだ平和とは言い難いけど、それでもこの街を歩いてるとなんだかホッとするな。そうだな、愛着があるせいかもしれないけど、いろいろあった後でもやっぱり周防は落ち着くよ。私も本当に心から平和って言えるような街になってくれたらいいんだけどね。次のニュースです。海抜群病院で行われていたとされる非人道的な実験に関する新たな情報が。あ、ユイト、あのニュース。これまで一貫して関与を否定していた海抜群病院の理事長柳一条氏ですが、関係者の手でリークされたデータには柳氏の署名によって採決された稟議書も含まれていました。相次ぐ内部告発もあり、柳氏を含む関係者14名の失脚は避けられないものとみられます。この間助けた人がうまくやってくれたみたいだな。うん、これで一条家は没落しちゃうのかもしれないけどね。悪事で栄えるよりずっといいよ。花火の実家の方は大丈夫なのか？おばさんたちにも何か影響あったりとか？ううん、連絡してみたけど、お父さんもお母さんも本当に全然知らなかったみたい。それどころか私まで心配されちゃった。海抜群で何か変なことされていないかって。そっか、よかったな。うん、もしかしてお父さんたちもって思ってたからほっとした。今度顔見せに帰ろうかな。なんだ今の音。何かがぶつかったような音だったよね。行ってみようよ、イト。あそこ見て、事故があったみたい。交通事故なんて珍しいな。すみません、何があったかご存知ですか？ああ、どうやら車の自動運転プログラムが誤作動でも起こしたらしくてな。救急隊がなかなか到着しないんだ。あんたたちは海抜群か。それじゃあ何もできないよな。ユイト、もっと近くに行ってみよう。そうだな、俺たちにも何かできることがあるかもしれない。助けてください。私が離れている間にうちの子の乗った車が事故に巻き込まれて、まだ子供が中にいるのにドアが開かないんです。エンジンから煙が出てる。このままだと中の子供が危険かもしれない。救急隊を待ってる時間はないってことだね。私たちでやれるだけのことをやってみよう。助けて。ごめんね、もう少しだけ我慢して、すぐに助けてあげるから。ロックがかかってるみたい。ユイト、念力でドアを外せる？外せるけど乱暴にやると子供が怪我をするかも。もう少し穏便な方法で開けられるといいんだけど。分かった、じゃあ私がやってみる。どうする気なんだ？私がハッカーの熱でドアの部品を溶かしてみる。そうすれば簡単に外せるよね。なるほど、分かった、頼む。僕このまま死んじゃうの？大丈夫だよ、絶対無事に助けるから。私たちを信じて。少しだけ後ろに下がっててね。うん、よし、ユイト、お願い。分かった、任せてくれ。よっと。よしよし、よく頑張ったね。
お母さんが待ってるよ。お母さん、ありがとうございます。お二人とも本当に感謝してもしきれません。いえ、そんなお礼なんていりません。お子さんが無事でよかったです。あの助けてくれてありがとう。お兄ちゃん、お姉ちゃん。おい、見てたぞ今の。やっぱ海抜群はすごいな。さすがスカーレットガーディアンだ。いつの間にかギャラリーが。あの皆さん、危ないから離れてください。ちょうど救急隊が来たみたいだ。あとは任せて大丈夫そうだな。ちゃんと見届けたかったけど、この調子だとカラスが寄ってきて邪魔になりそうだし、私たちは退散しよう。さっきの花火かっこよかったよ。事故の対応なんて初めてなのにテキパキ動いててさ。そんなことないよ。あの子を助けなきゃって必死だったんだもん。子供を助けるために必死になれるって十分かっこいいことだと思うよ俺は。ありがとう。あのね、ユイト、私自分が何をしたいか分かったよ。この間から考えてた話、結論が出たってこと？うん、なんとなく固まってきてはいたんだけど、今日のことでやっと確信が持てた。私自分の好きなものを守りたいんだ。好きって言っても特定の誰かじゃなくてね。この街が大好きなの。ここに生きてる人たちもみんなを守りたい。誰も苦しんだり泣いてほしくない。花火、そうだな、俺もそう思う。悲しい事件ばかり起きるのはもうごめんだよ。だからまず海抜群を変えたいの。おじさんたちがやったようなことが二度と起きないように。せっかくスカーレットガーディアンなんて呼ばれてるんだしさ、その呼び名に恥じないみんなの守護者にならなきゃ。守護者か、さっきの花火みたいにだな。からかわないでよ。でもある意味その通りなのかな。人を守るって戦うだけじゃないんだよね。例えばだけど、もしいつかこの世界の怪異を全部倒しちゃっても、ああいう事故はなくならないでしょ。怪異を全部か。そんな先のことを今まで考えたことなかったけど、確かにそうだな。つまりさ、戦いは敵を倒したらおしまいだけど、人を守るって仕事に終わりはないんだよ。うん、すごいな花火。そんな未来まで見据えて考えてるなんて、幼なじみとして鼻が高いよ。何それ。まあちょっと大風呂敷広げすぎかもしれないけどね。少しずつやってみるつもり。それに私がいろいろ考えるようになったのはユイトのおかげだよ。この間まで理想なんて何もなかったもん。だけどユイトが前を走っててくれたから、追いついて隣を並んで走れるようになりたくて、そうしてるうちにようやく私自身の行きたい道が見えてきたって感じかな。俺は自分が花火より前を行ってるなんて全然思ってなかったけどな。志願兵で入ってきた俺からすれば、花火はずっと前にいて、俺は必死で追いかけてきたつもりだよ。それじゃお互い切磋琢磨しながら成長してきたってことにしとく。そういうことにしておこう。これからもお互い立ち止まらずに頑張ろうな。そうだね。やっと一歩踏み出したばっかり。ここからが大事なんだよね、ユイト。ん？どうしたんだ？
あのね、いつか私が本当にユイトに追いつけたって思える日が来たら、伝えたいことがあるの。伝えたいことって？それはその時まで秘密。秘密か。全然わかんないけど、わかった、待ってるよ。うん、それでいい。ありがとう。じゃあ先行ってるね、ユイト。おい待てよ。もう聞こえてないか。ああいう勢い、花火らしいな。ユイト、ちょうどよかったわ。ちょっと困っていることがあって、キッチンに来てもらえる？別にいいけど、どうしたんだ、そんなに慌てて。これは規制がかかってよく見えないけど、一体皿に何が乗ってるんだ？実はね、みんな戦い続きで疲れているから、手料理を作ってねぎらおうと思ったのよ。え？これ料理なの？なんか刺激臭がするんだけど。まあ、きっとスパイスを効かせすぎたせいね。実は私、お料理ってちょっと苦手なのよ。ちょっとなのか？だから料理上手なあなたにアドバイスをもらいたいの。そうすればきっとみんなに喜んでもらえると思って。そっか、そういうことならぜひ手伝うよ。どこまで力になれるかわからないけど。ありがとうユイト、とっても助かるわ。じゃあまずは野菜炒めを作ってみるから見ててちょうだいね。できたわ。やっぱりお野菜の栄養は大事よね。あら、どうしてまた規制がかかってるのかしら。これは多分栄養にはならないと思うな。もっとシンプルなのから始めよう。目玉焼きとか。できたわ。確かにシンプルで作りやすいわね。あら、やっぱりまた規制が。不思議ね。卵を焼いただけなのに、なんでこんなことに。ちょっとくじけそうかも。さあ、次はどんなお料理を。今日か？大丈夫か？ごめんなさい、ちょっと待っていて。少し休めばすぐに収まるから。もしかして何か病気なのか？持病みたいなものかしら。私の脳には任務遂行のために別人の記憶が移植されているの。渡月の階層ヒトヨポープ博士の記憶。そのせいで時々頭痛が出てしまうのよ。一時は彼女の記憶の影響が強まって自分を見失いそうになってしまったこともあるわ。それってすごく危険に聞こえるけど。ええ、一度は打ち勝てたけれど、彼女の記憶がいつまた表に出てくるかわからない。料理でもして不安を紛らわそうと思ったけど、ダメね。私
このままずっと不安を抱えて生きるのかしら。その博士の記憶が強化の一部なんだったら、確かにずっと抱えていくしかないのかもしれない。そう、そうよね。あ、いや、悪い意味じゃないんだよ。実は俺も最近ずっと不安を感じてるんだ。ユイトもなの？ああ、自分の脳のことも世界のことも、これから何が起きてどうなるのかわからないことだらけでさ。だけどそんな状態でも立ち止まらずに進んできたから、強化たちと和解してまた仲間になれただろう。つまり未来ってどうしても不安がついて回るけど、それって必ずしも悪いことじゃないのかもなって。きっとその通りね。渡月にいた頃は何も不安がなくて、その代わり私自身の気持ちは抑え込まなければいけなかったわ。今は未来への不安がある代わりに自分が望むように生きていられる。うん、今の強化は生き生きしてるよ。ありがとう。私が博士の記憶を恐れるのもそれだけ今の自分が大事だからかもしれないわね。さあ、頭痛ももう収まったわ。気を取り直してお料理しましょう。よし、俺も何か強化に作れそうな料理を考えてみるか。そうだ、おにぎりはどうかな。まあ家庭的でいいわね。お米は何で洗ったらいいかしら。米は俺が炊くから、強化は握るのを頼むよ。よし、苦労したけどなんとかできたはずだ。ユイトに教わったのとは少し形が違ってしまったけど、我ながらいい出来だわ。早速みんなに配りましょう。そうか、強化が料理をね。急用を思い出したので、私はしばらくアジトを離れてもいいかな。これはおにぎりなのか。何やらまがまがしいものを感じるぞ。僕はその皿には絶対に近づかないからな。近づけようとするなよ。すごい怖がられようだな。気持ちはわかるけど。大丈夫、ちゃんと食べられるって。ほら、お、本当ね、見た目はともかく味は悪くないわ。重ねが言うなら信じて良さそうかな。本当だ、美味しい。ふう、なんとかみんなに食べてもらえたな。評判も上々だし。ユイト、私感動したわ。料理で人に喜んでもらえるなんて生まれて初めてよ。そうなのか。いや、まあそうだよな。でもそんなに嬉しかったんだな、強化。ええ、ポープ博士の知識じゃなく、私が自分で新しいことを学んで実践できたのが何より嬉しいの。なるほど、おにぎりの握り方なんて庶民的な知識は博士にはなかったのかな。こんな風に日々調整したり、人に喜んでもらったり、そうやって私自身の記憶を積み重ねていけば、いつかは博士の記憶もただの遠い記憶になって薄れていくのかもしれないわね。うん、きっとそうだよ。そんな希望を持てたのはユイト、あなたのおかげよ。改めてお礼を言わせて。お礼なんていいよ。俺も
京香がいつも見守ってくれるおかげで頑張れてるんだしさ。あんな小さな子供だったあなたからこうして教わることになるなんて本当に立派になったわね。さすがにそんな昔と比べないでくれよ。もう子供じゃないんだからさ。そうね、あなたはもう子供じゃない。私もちゃんと成長しなくちゃ。不安を恐れず前に進めるように。俺にできることがあったら何でも言ってくれよな。そうね、じゃあ今度は私が全部自力でおにぎりを作ってみるから味見役を頼むわね。え、そうきたか。何でもなんて言わなきゃよかった。ゆいと、お腹空いていない？どこか痛いところは？マッサージでもしてあげましょうか？大丈夫だよ。あら、嫌だわ。また気持ちの押し付けになってしまっていたわね。でも、あなたにはなんとなく守ってあげたくなるような不思議な魅力があるのよね。最近ね、ユイトとのつながりを強く感じるのよ。とても温かいつながりよ。ちょっと照れるけど、俺も京香と話してるとなんか癒されるよ。最近ユイトを見ていると、お姉ちゃんの人を見る目は正しかったんだと実感するわ。私の方がユイトを色眼鏡で見ていたのね。え？ナオミは俺のことをなんて言ってたんだ？それは姉妹の秘密よ。でもお姉ちゃんはあなたをとても信頼していた。もちろん今は私もね。ユイトには何か特別なものを感じるわ。うまく言えないけれど。ああ、俺もだよ、カサネ。なんていうか、つながりみたいなものを感じる。ユイト、ちょうどいいところに来たわ。今から一緒に菊池場に行かない？ああ、いいよ。でも、どうして菊池場に？少し話したいことがあるの。前に水波川へ行った時みたいに場所を変えて話せたらと思って。先に言っておくけど、お弁当はいらないわ。話をしたいだけだから。ああ、うん、わかった。弁当はなしか。やっぱり惹かれたのかな。あのビルの屋上に行きましょう。お走りしておいで。できれば空の見える場所で話したいから。了解。ここは相変わらず怪異がたくさんいるな。今の私たちの連携を取って進めばこれぐらい問題ない。行きましょう。ユイト、私たち同じ超能力だけど、サスも有効活用して。あそこで何か手に入るんじゃないか。なあ、カサネ、前に二人でここに来た時のこと覚えてるか？あれから随分いろいろあったよな。前っていつのこと？覚えてないのかよ。
いきなり好きな人はいるの？なんて聞かれてこっちはびっくりしてたのに。ほら、二人で瀬戸隊長の万年筆を探しに来ただろ。重ねが心情調査だとか言ってさ。ああ、あの時。そういえばそんなこともあったわね。あの頃は自分がこうして世界を揺るがすような事件に巻き込まれるなんて夢にも思わなかったよ。自分だけじゃないわ。周りの人たちにも何が起きるかなんて想像もしてなかった。そうだな。おーい、ちょっと邪魔するぞ。その付近で大きな怪異の群れを2つ確認した。かなりの数だ。この辺りじゃちょっと見ない規模だぜ。お前たちなら問題ないと思うが、一応気をつけてくれ。了解した。どうする、カサネ？二手に分かれましょう。その方が効率がいいわ。分かった。じゃあ俺はこっち側を。だいたい片付いた頃に連絡するよ。ええ、任せたわ。はあ、渡るの言う通り結構な数だな。重ねの方は大丈夫かな。重ね、どうしたんだ重ね。渡る、状況を。ダメだ、繋がらない。通信障害なのか。サスまで使えないなんて。落ち着け、大丈夫、俺一人でやれる。って感じだ。いや、本当はこれが普通なんだよな。そしていつも誰かと戦ってるのが当たり前になってたけど、超能力が無くなってベルベットになったんだ。ずっとこんな感じが続くんだろうか。でもなんか不思議だ。思ったより怖くない。もっと寂しくて妙な感じだと思ってたんだ。俺が強くに調子だ。そうじゃないよな。背中で感じてるんだ。重ねがどこかで戦ってるの。重ねは一人でもきっと一歩も引かずに戦ってる。だから俺もこんなところで倒れるわけにはいかない。よっ、すいません。
ってるはずだ。それまでにできる限り弱らせておこう。まださすは通じないか。もう一息だ。二人でタイミングを合わせてとどめを刺す。頼む重ね。今のは結構ギリギリだったな。そう、私は特に不安は感じなかったわ。ユイトならあのタイミングで仕掛けると思ったから。俺は正直ドキドキしたよ。サスなしでもちゃんと連携できるもんだな。相手がユイトじゃなければ失敗していたと思うわ。うまく合わせてくれてありがとう。嬉しいな、カサネに褒めてもらえると。カサネはいつも辛口評価だから。私そんなにいつも厳しかったかしら。まあいいわ、早く上に出ましょう。ここからだと月がよく見えるわね。ああ綺麗だな。それで俺に話したいことって？一度ユイトに聞いてみたかったの。この戦いが終わったら何をするつもり？え？なんとなくは考えてるけど、ちょっと大げさで笑われるかもしれないな。私はどんな答えでも笑わないわ。ありがとう。俺さ、この世界を変えたいんだ。世界を？ああ、この国の嫌な部分たくさん見てきただろ。今の世界は無数の悲しみと犠牲の上に成り立ってる。そうね、スオでもセイランでもトゲツでも、それぞれの場所で苦しんでる人たちがいた。もっと強い超能力をとか、超能力で世界を巻き戻すとか、そんなことのために何人もの人生が狂わされてきた。こんなのもう終わりにしなきゃいけない。全てが超能力のためにあるような世界じゃいけないんだ。もう誰もナギみたいな目に合わせない。それが俺があいつにしてやれる唯一のことだから。だから俺、今みたいに何もかも能力に頼らなくてもみんなが暮らしていける世界に変えられたらって思う。きっとかなり時間はかかるだろうけどさ、もともとベルペッパーの俺にはぴったりの目標な気がするよ。ベルペッパー、そうだったわね。脳の調子はどう？超能力を失うかもしれないという話だったけど。今のところ大きな変化はないかな。でもいずれはベルペッパーに戻るんだろうって覚悟はしてるよ。意外と落ち着いているのね。先のこととはいえ
少しは落ち込んだりしているのかと思っていたわ。そう言われるとそうかな。まあ不便にはなるけど、不思議と怖くはないんだよな。さっき通信障害が起きた時も同じことを思ったんだ。さすなしでも重ねと背中合わせで戦ってた感じで。似たようなことを考えてたのね。超能力をなくすのはあんな感じなんじゃないかな。俺が重ねやみんなと繋いでるのはサスだけじゃない。顔が見えなくても声が聞けなくても本当に大事なつながりはなくならない。だから俺やっていけるよ。頼もしいわね。最初の頃は正直一緒に戦うには頼りない相手だと思っていたけれど。そう思われてるんだろうなって気はしてたよ。でも今のユイとは違うわ。きっと本当に世界を変えられると思う。カサネ、ありがとう。いいえ、私も安心したわ。この世界のことはあなたに任せてよさそうね。え、この世界って、重ねはこれからどうするつもりなんだ？まだはっきり目的が決まってるわけじゃないわ。でも漠然とこの世界の外のことを考えてる。外？この世界、ニューヒムカの外って、まさかあの月？人類が月から来たって話を聞いてからずっと気になってはいたの。この世界の外に私の知らなかった世界があって、そこには私の知らない人たちが生きている。そして地上と同じようにみんな苦しんでいる。怪異に襲われる人たち、怪異化した人たち、そう考えたら放っておけない気がしたの。私が何か力になれるんじゃないかって。月の世界か。話としては理解したつもりだったけど、スケールでかすぎて全然実感できてなかったよ。まして、そこに生きてる人たちを助けるなんて考えもしなかった。やっぱり重ねはすごいな。すごくなんかないわ。私はただ守れたはずの人を見過ごして後悔したくないだけ。重ねはさ、そうやって誰かを守るためにたとえ一人でも前に出て立ち向かっていくんだよな。まるで怖いものなしみたいに。子供の頃の俺はその姿に憧れたんだ。俺もそんな風になりたいって。もう十分なっていると思うわ。それに私が一人でも怖いものなしだなんて買いかぶりすぎよ。さっきあなたも言っていたでしょ、本当に大事なつながりは会えなくなっても消えたりしないって。それってナオミのこと？お姉ちゃんだけじゃないわ。ママとの記憶も、あなたやみんなと過ごしてきた思い出も全部私の胸に残ってる。ずっと私のそばにいる。怖がらずにいられるのはそのことに気づいてからよ。一人でも一人じゃないってことか。いいな、それだから今ならどこへでも行ける気がするの。あの空の向こうだって夢みたいな話だけど。行けるよ、きっと。いや、絶対。ありがとう。ってことは俺も重ねもこれからは別々の道を行くことになりそうだな。私たちだけじゃないわ。みんなそれぞれの道を見つけて少しずつ離れ離れになっていくんだと思う。うん、
寂しくないって言えば嘘になるけど、離れていても仲間だから。ああ、さてと、そろそろアジトに戻ろうか。そうね、戦いの前にも後にもやることが山積みだもの。まずは目の前のことから片付けないと。でもちょっと楽しみだな。重ねの話聞いたらなんかワクワクしてきたよ、これからのこと。簡単なことではないわよ、お互いに。だから頑張りましょう、それぞれの場所で。ああ、絶対今よりいい未来にしてみせる。どれだけ時間がかかっても。時間をかけるのもいいけど、のんびりしていると私が先に月を平和にして戻ってくるわよ。え？これ競争なのか？重ねは負けず嫌いだな。Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just